スリシュスラングトヨラペンジェラマキシムは卵化植物の一つ。花形が垂れ下がり、その先が立ち上がって水上に花をつける。果序の一部を拡大着生植物になる多年生草本。茎はその基部では短く、横に生い、その先は垂れ下がって伸びて、長さ10から20センチメートルに達し、ここに数枚の葉を護生する。葉は好奇心型で、 長さ2から3.5センチメートル、幅0.5から1センチメートルで、先端は鋭く尖り、基部はくさび型に狭まって、茎に続く。なお、葉先は鋭い形に尖るだけでなく、下向きに尾のように巻き込み、また円は波打っている。下は7から9月。家計はその基部で大きく曲がって立ち上がるように伸び、多数の花を片方に偏ってつける。花は白い。 脂肪とと花柄にはまばらに縮れた毛がある。津とは長さ4から7ミリメートルで膜質、皮心型をしている。学片は狂乱形で長さ4ミリメートル。和名は釣り手すらんで釣り下がった形態による。苔むした人工石材の上に並んでいるところ日本では北海道から九州にまで分布し、国外では台湾から知られている。霊温帯域を 生育地とする。深山林中の古木の幹の上、あるいは岩の上に着生し、垂れ下がる。日本には、シュスラン族の種は12種ほど知られるが、着生の種は本種のみである。また花を多数並べてつけるのも独特で、同様に花数の多いものに、金銀草地プロセラなど数種あるが、それらは大柄で地上性のもので、またいずれも南西諸島に分布がある。 地域による形態の差があり、西日本のものは洋服が狭いのに対して、北日本のものは洋服が広い傾向がある。これを、ヒロハツリシュスラン F ブラッケフィラとして区別する場合がある。ただしこの変種は、本種基本変種と同じ場所で見られることもあり、地域的な変異とは言い切れないようである。野生ンの一つとして栽培されることがある。 ただし栽培は困難であり、難物との評価がなされている。霊量な高地の深い森の中の着生植物ということで、環境の維持が困難であるようだ。環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが、日本全国広く、北海道から鹿児島県にわたる多くの都道府県で何らかの指定があり、特に一家の都府県では絶滅危惧愛類の指定がなされている。危機の理由としては、 森林伐採等による生育環境の破壊と園芸目的の採取が挙げられている。特に採終圧はかなり高いようで、何しろ Google で本種の種名を入力すると、検索ワードの候補には真っ先に栽培と販売が出る。それどころか NHK の園芸のページには本種に関して栽培困難としながら上級者向けとまるで挑戦意欲を煽るような文言がある。 以下、主として、大橋岡編、P204 牧の原町、P243 牧の原町、P243 大橋岡編、P204 大橋岡編、P204 牧の原町、P243 この段大橋岡編、P203 から204牧の原町、P243 大橋岡編、P204 引用ともに、高橋。 p 9日本のレッドデータ検索システム2019年2月10日、閲覧。ありがとうございます。